はい、1年目の15日月曜日朝6時ですね。今日は雪が降ってますね。今日も一日頑張りましょう。さあ明日の天気は何ですか？明日の天気は雪が降りますね。今日の占いは不運な1日ですね。自然と暮らそう。今日はジオドについて、ジオドは、あ、知ってます。おはよう。お、いってらっしゃい。チュッチュッチュ。調子はどうだい？私が好きな魚料理のレシピ、あ、フィッシュタコスありがとう。やっぱなんかやるとね、レシピくれるんだね。了解了解。トントン。ふーちゃんおはよう。かわいい。おはようおはよう。おはよう。おはようおはよう。ぎゃっ。いや。卵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 。あ、ま、あ、あ、紫。初めてじゃない？これ紫案件。イリジウム案件。やったー。え、これってさ、マヨネーズ紫なんのかな？どうなの？まあ、入れてみよう。とりあえず。トン。トン、トン、オッケー。ついに紫が来ましたね、やったー。おはよう、おはよう。取ろう、取ろう。この子たちもそろそろ紫出んのかな。あはん。え？びっくりしたー。びっくりしたー、もうやめて、そういうのをね。よし、そしたら、まあ、とりあえず町行って、クエストがあるかどうか見てこようかね、じゃあ。ニャトリアス食べなかった。オッケーオッケー。行きます行きます。ありがとうございます。トントントンストトン。もうカボチャがすごいかわいそうだよね。思い出として、思い出としてね、残してる今日ね。やっぱ何かしらやったっていう、あそこにカボチャがいたっていうね、その歴史を取り払ってしまったらかわいそうな気がしてね。誕生日がやっぱ17だよね。オッケーオッケー。おはよう。はいはい。はいはい。ガスおはよう。2万7000あるね。一応さ、バンドルできるけど、いやでもバンドルまだ早いな。もっとまったりやっていきたいからね。よいしょ。あ、月曜日だからギュンター持ってくればよかったな。持ってこよう、ギュンター。金鉱石持ってきて、あの、ギュンターやるついでに、斧もね、一番強いのにやっていこう。で、金鶴橋の強さ、そういえば確認しなかったもんで、一回さ、洞窟潜って、どんぐらい金鶴橋がいいかもやってみよう。バン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 。うさーい。で、ゴミ。今日のゴミは、新聞紙だね。ふやけた新聞紙を入れて、2個になったから2個入れとこっか、じゃあ。流木も1個、やっといて。こんなもんだね。よし、行こう。で、ここも、そういえば忘れてた。忘れてはないけども、ここもあるね。ここも、こうだね。道具をアップグレードします。金を、金の斧にします。オッケー、よろしく、マンボウ。じゃあ、せっかくだからさ、鉱山行こっか、鉱山。金のツルハシ使いましょう。川？わかんないかな、でも石切り場じゃ。ドーン、ドーン。なんか鉱石出てないか。え、なんかさ、ほんと出ないね。石ばっかなんだけど、これ。まあ、石切り場だから、しょうがないって言えばしょうがないかもしんないけどさ、石ばっかなんだけど。あ、ギュンター忘れてた。ギュンター行こう、ギュンター。ギュンターとこ納品して、また新しいものをたくさんね、もらいましょう。あとさ、ギュード行ってないよね、ギュード。ギリ倒したからギュード行ってないと思うので、それも行こうかね。人形、巻物のとこにしよう。で、怒り。適当、タイヤでいいや。で、これは、ここ。これは、ここ。これは、化石だから、ここ。オッケー。さあ、これで新しいのは何ですか？よいしょ。レアなかかしだ。やったー。どん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 増えていくかかし。素晴らしいね。そして、ドン。ゴブリン。ゴブリンとしてその名を、おん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 。なるほど。へぇー、ゴブリンがいるんですよって話ね。そして、すごいな。君のおかげで素晴らしい図書館になったよ。え、図書館案件終わり全部じゃあ。もうこれ全部出たのかな。おお、ペリカンタウンの中に続くトンネルをおかしなもの見かけた。ああ、はいはいはい。あれ開かないんだよね。伝説の魚たちの秘密。あ、ここはで伝説の魚たちの場所がわかるんだ。なるほどね。雨の日。ああ、はいはい、そういうことね。なるほどね。オッケーオッケー。テクノロジーレポート。結晶コピーマシーンね。すごいんだよね。なんかダイヤモンドとかそういう鉱石とか全部コピーできるんだよね。すごいよね。結婚ガイド。あ、もう結婚しました。釣り人のやつ。なるほど。うんうん。あ、レジェンド案件、これもね。いやー、図書館を見てると、ウィキとか調べなくてもレジェンドとかがわかる的な、そういう感じなんだね。ワンチャンウィキ芝居とかもしてもよかったかもしんないね。少しずつ少しずつ、図書館とかの情報を得て、頭を良くしていく的なね。そういうのもワンチャンあったかもしんないね。さあ、オウムガイがまた落ちてるね。毎日オウムガイ。よいしょー。オウムガイ。こんなもんか？プレゼントが賭けになる。でもね、牧場物語とかそういう系だからね。
賭けというかね、その仲いい人とかのそういう人間関係とか調べて、あの子はあれが好きだよっていう情報を手に入れて、それをプレゼント的な、そういう感じになってくるんだね、きっとね。ね、まあそれが本来の牧場物語の楽しみ方といえばね、楽しみ方だからね。うん、エブリン久しぶり、あ、ありがとう。まあでもね、ウィキを見ながらね、楽しむっていうのもね、私的には全然ありのね、ありというか普通なね、楽しみ方だと思うんでね。おはよう。あ、これね、見た見た見た。そしたらギルドに行ってギター案件、ギミー案件、ギルー案件、それやりましょう。ヘルメット、防御力ないの？ないのか、どんな感じ小学生じゃんね、完全なる。そして次近いのはスケルトンかな。スケルトンでも倒していくか。じゃあね、今日は久しぶりに洞窟でも潜りましょう。わかんねえ、どこだ、何回だスケルトン。よいしょ、金鉱石が、あ、でも2発か、1液じゃないね。この硬いやつは3発、すごい。60、 OK、 ありがとうございます。いきます。60回。じゃあやっぱ金鉱石系かな。おお、真っ黒クロスケ、ボンボン、ドンドン、ちょちょい、70か79、あれアイドル、70か79、 OK、 いきますいきます。70回ね。鉄鉱石がある、鉄鉱石、よいしょ、トン。敵が全然おらん。41から80。あ、ほんと結構出るんだ。じゃあ、なるほどね、40の方がいいかな。一番出るのは何回だろうね。不運だった気がするからさ、階段でないしね。ちょっと待って、一回ちょっと40回行こう。本当に本当に鉱石は大量に手に入るけどさ、私欲しいのはね、スケルトンなんだよね。え、おらんぞ。あ、いたーいたー。こんなんを150匹も倒すのか。結構きついクエストですね。ドーン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 。はいはい。あ、おるおる。75回結構強いか、もしかして。ほい。よいしょ、違う。ほい。よーし。お、なんかある。イリジウム鉱石ってさ、なんか120回とか、じゃあ115回とか、それぐらいたまーに出るらしいね。一応普通のこの洞窟も。1日1回イリジウム鉱石チャレンジとかするのもワンチャンありかもしれないね。帰ろ。イリジウム鉱石見に行こう。115回行きます、115回。ドーン。イリジウム鉱石チャレンジ、なさそう。帰ります。まだ7時か。まあ、酒場寄ってきますかね、じゃあね。ロビンまだそんなところにいるの？ロビンちょっと話したっけ、今日。ロビン、おはよう。そう、そうだね。やることないもんね。確かに。あ、メグミンが来た、メグミンが。エクスプロージョンやってる。ね。昨日の私のさ、ふたくらにメグミン、エクスプロージョンした？全然、ああ。さあ、これ何案件だ？クリントか？なんだろう、シェーンか？またシェーンが、あ、音楽ごめん、流れないんだ、うちの動画。ごめんね。何に変えたかわかんないけどさ。なんか、いい感じに編集やってください。それじゃあ。いや、一緒にどうだい？お、飲む飲む。あんた、エミリーのこと、好きなんだろ？あ、その話本当に。ここにいるエミリー。行ってこいよ、マジ。女の子たちが俺と全然仲良くしてくれない。仲良くしてくれないんじゃなくて、自分から仲良く行かなきゃいけないの。ね。付き合ってみればわかるけど、俺は結構いいやつなんだぜ。だから自分から行かなきゃ。世の中自分からぐいぐい行く人がモテるんだからさ、ね。顔が、やけによくてとかとは別だけどね。あんた女の子に使えてる。私は自分から言ってるからね。話しかけに行ってるし、プレゼントとかもしてるからね。リアにブラックベリーとかプレゼントしてるからね。エミリーはね、おい、なんだこれ。クリントが一番できそうなのは、腕力と魅力な気がするけど、ワンちゃんぶっ飛んだことをして人の注目集めてやった時に、なんかクリントがぶっ飛んだことをしてくる可能性があって、その辺はそれで動画として面白いよね。ぶっ飛んだことをしてね、人は注目をね、集めればいいんだよ、きっと。ねえ。お、あ、エミリー。どうしたどうしたどうした、聞こえた、ん、あ、いや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 、シャークリント、今夜の注文は何、あら、ぶっ飛んだことする、もちろん。今のがクリント的に頑張って、ぶっ飛んだことをしようとしたんだ。もちろん、なんとかだぜみたいな。その結果、できなかったと。あー、ビッグチーズバーガー1つ。あね。恥ずかしがり屋だね。いらっしゃい。あ、はいはい。あ、えへん。あ、ありがとう、エミリー。俺の注文を取ってくれて。あ、当たり前じゃない。だって仕事だものってなっちゃうよ、そんなの。あ、ぶっ飛んだこと。あ、でも帰っちゃいそう。この流れ帰っちゃいそう。
お、お、いけ、いけ。あのね、エミリーはね、一緒に、湖の洞窟行きたいって言ってたから、ワンチャン行けるよ。クイーンと一緒に洞窟行って、綺麗な水晶を取ってくるとかそういうのあるかもしれない。いけるいける。いけ。おい、アメジストじゃなくて、フローズンジオード。フローズンジオード、マジか。あー、アシェーンとこ行っちゃった。シェーン、炭酸水にしたんじゃないのかよ。しかも置く場所地面かこれ。え、シェーン、あ、シェーンは普段鶏の話してるんだ。あ、クリントはチキンで、シェーンは鶏の話してるんだ。嫌味じゃん、完全に。あ、そうなの。そういう感じの変な三角関係があるんだね。へえ。あ、逆に、シェーンは今、お前は今チキンなんだぞっていう風にアドバイスをしてる可能性もあるかもしれないね、これね。エミリーはチキンに二人、チキンの話を聞きながらチキンの相手をしてんだね。へえ、最悪だよ。私が悪いのかな？まだ来てねえじゃん、クリント。クリント今ので減っちゃったかな？多分4イベントの可能性あったから減っちゃった可能性あるよね。私最近減ることばっかやってる。ウィリーおはよう、ハービーおはよう、シェーンおはよう、話した、パムおはよう、ガスおはよう、エミリーおはよう。つららが頭の上に落ちないよう気をつけてね。何それ、エミリーと話すことによってペニーの怒りのつららが落ちてくみたいな、そういうことを考えてるのかな。取れたか従事するかですよ。いや、ほんと悪いことしちゃった。え、何をすればよかったのかな。それじゃあね、何が正解だったのかね、わかんないよね、あれね。多分編集でね、ウィキでね、これが正解でしたってのをね、やってくれてると思うからね。まあ、皆さんは編集でね、多分分かってると思いますね。私もその編集のやつ見て分かろう。編集任せにしよう。で、ヘルメットとかね、よいしょ。あ、もうちょっと待って、チェストもう一個作っちゃおう。頭用の、よいしょ、ここに置いて、で、ここには頭用のやつ、頭、オッケー、ニョロも、やっぱ粘土なんだね。木材が本格的に枯渇してきた。そうなんだよ。もう木がないんだよね、私。取りすぎちゃってさ、木がなくなっちゃってね。ほい。ほい。オッケー。うん、紫キノコ、よかった。これ魔術師用に残しておきましょう。それじゃあね、魔術師はね、紫キノコが好きなんでね。今日も終わりですね。今日もいい一日でした。また明日も頑張りましょう。さあ、ペニー、お疲れ様。今日はどうでした？話してくれない。おやすみなさい。体力めっちゃ余ってる。ん？一人前の牧場主になった。なんだろう、お金いっぱい集めたのかな。10万とか20万とか30万とか、そんな感じかね。はーい、おはようございます。1年目の冬の16日の火曜日午前6時ですね。今日は雪が降ってます。今日も一日頑張りましょう。明日の天気は、明日は晴れですね。占い情報は不機嫌ですね。冬ずっと不機嫌なんだけど、気のせいかな。ペニーおはよう。うん。中小中。今届かなかったんだけど。エアー中なんだけどさ。手紙も最近全然来ないね。嫌われたか。銅鉱石。銅鉱石を、トン。トン。トン。十分うるさいな。トン。とやって、今日のゴミは、メガネと新聞紙。オッケー。一番右二つこんな感じでさ、なんか、使うやつにしとこうかな。ふーちゃんかくれんぼしてんのかな、これ。ふーちゃんおはよう。かわいい。卵。おはよう。おはよう、おはよう。ぎゃっ。おはよう、おはよう。卵もう一個どこだ？あ、卵が3個しかない。あったー。卵。よいしょ。卵。待って、これマヨネーズの場所変えた方がいいかな。ここにさ、ビックリマーク出た時にあれなっちゃうもんでさ、横に持ってた方がいいのかな。それか一番上とか、どうしようね。こことかね、ここ、ここの4つにしようかな。見えないね、ちょっとね、見えないところに出ちゃうからね。チーズチーズ、おはよう、おはよう。待って、また餌あげてない気がする。まあいいや。取って取って、手紙誰が届けてるんだ。手紙多分ね、家まで来てんじゃない。手紙の意味ってなっちゃうけどね。ほいほい。さあ、そしたら洞窟潜ってもどうせあれだもんな。まあ、や、まあ、いつも通りでいっか。いつも通り町行って、なんかクエストがあったらそれやってって感じに行きましょう。金の延べ棒、まあしょうがない、持ってってあげよう。まあ、とりあえず海行きますかね。毎日海行こう。ビス、ビスお久しぶり。まあね、ビス、お父さんいつ帰ってくんのかね。帰ってくんのかない、お父さん。ドワフの巻もまだ揃ってないですね。もう一個1がない。
赤色の位置がないんでね。お、ゴミが少ない。あ、そのとないわ。よいしょ、ビンスか、ビンスだね。セバスチャンがセブだもんでさ、それでがもう頭の中入っちゃってね。セブ、ビス、ルス、ルスおはよう。ういな、もう話せない。はい、バイバイ。ちょっと、せやな、魔術師か。どうせ明日さ、誕生日で魔術師行くもんでさ、明日でいいかな。そしたら今日また雨降ってるもんで、雨釣りする？釣りばっかやってんな、ほんと。山の湖釣りが一番さ、安定する気がするんだけど、どうなんだろう。ミントおはよう。オッケー、任せて。主チャレンジ。まだ早いでしょ、主は。ねえ、もうちょい。もうちょい後でもいい気がする。もうなんか湖で釣りばっかでさ、動画の違う色でないけどね。まあいい感じにね、話題がね、スタデューバレーの話題に絡まったいい感じの話題がね、出てくることを予想して、釣りしましょう。チョウザメ釣りましょう、チョウザメ。チョウ、ザメザメ。モーニング娘。のね、ラブレボリューション21的な感じでね。チョウ。よいしょ。もう古くてね、いいのが釣れればいい。何時までやろうかな、とりあえずこれ。パーチ。パーチですね。はい、パーチ。うい。高い魚って何がいるんだろう。うい。チャブ。シラカンスね。今も左の方にあった。ほんと、行きます。はい、パーフェクト。もう今パーフェクトになってもさ、釣りレベル10だもんで、あんま意味ないんだっけ。もう釣りレベルも10だしさ、農業レベルも10なんだよね。これ1目にさ、結構頑張ってないこれ。よーし。パーチはもう釣れない、ここ。私も一緒にスタデューバレーする。ああ、いいね。そういうのいいね。スタデューバレーのさ、動画とかさ、生放送見ながらさ、スタデューバレーやるのって一番楽しいよね。そのマイクラもそうなんだけどさ、パーチ、釣れたわ。ほんと楽しいと思う。やりながら見る。私もね、スタデューバレーやり始めた頃はね、動画ほぼほぼ見てました。一番見たの誰だっけな、女の人のね、スタデューバレーの実況ね、パート70だか80ぐらいまでで、終わってたもんでさ、それ全部見たんだよ、確かね。誰だっけな、魚釣りか冬の日銭稼ぎ。魚釣りね、そんな、まあ、稼ぐけどもね、稼ぐためにやってるというも、やることないもんでね。やることないもんでやってる感じだね、どっちかっていうと。あ、てか今日もさ、イージームチャレンジ行こっか、どうせだったらね。チョウザメ高いから喜ぶよ。もうリンクごとっぽくなってきた。そしたらね、イージウムあるかもしんないから、115回からちょっとサクサクっと掘ってみよう。ニョロもあった。取るか、いらんけど、まあいいや。お、失われた本、よかったよかった。また全部じゃなかったんだね。了解。さあ、それじゃあね、イージウムを目指して、115回から潜ります。ん ?115 回、これ狭いからさ、ワンチャンさ、階段出やすいからさ、運が悪い日でもさ、安心みたいな。量が多い日でも安心みたいなね。エアジアーマー出るか？金鉱石は大量にあるね。いやー、今何時？ 4 時半か。どうしよう。あ、出たわ。オッケー。物欲センサー。まあ、イージウムはでもね、出ないからね、普通には。そんな簡単にはね。うん。待って。死んじゃう、このままだと。すぐ食べれて。あー、魚か。魚食べれる。ザル貝食べれる？ザル貝食べないか。サンゴは食べれないか。どうしよう。ブラックバスとか食べるか？安い魚食べちゃおっか。シチュー食べるか、それとも。シチュー食べるか。あ、藻が入った。藻をとりあえず、よいしょ。食べちゃって、シチューを、よいしょ。食べちゃって、これでとりあえず死なないようにしといて、めっちゃ回復した。樹液はたくさんあるから、いっか。よし、これで、よいしょ。エメラルド。回収して。おい、赤い段出た。うまいね。うまいか ?118、うまいね。うわー、マジか。いや、降りちゃおうかな、これ。ちょっと見るだけ見て。いや、もう降りよう降りよう。ちょっと、これは危ない。あ、死んじゃう。待って。おー。どうしよう。死ぬか。危ない。敵が出るまで、こう、出た。待って。ちょっと出て。よいしょ。銃も食らうの強くないか？やばくないか？ドーン。いや、ここでね、こんだけ、あ、よかった、ダイヤモンドだ。ダイヤモンドは手に入る。でも、持てない。パンケーキ食べちゃおうか、それじゃあ。ありがとう、ペニー。おいしい。うん、これで生きて帰れる。その代わりにダイヤモンドを持って帰ろう。これ、なんだこれ。なんか出てる。おい、採取がプラス2だって。やったー、120回だー。エナジーがほぼマックス。あー、9時か。いや、もうか、あー、どうしようかな。帰ろっか、今日は。今日はスーッと帰ってね。ペニーに慰めてもらおう。死にそうなったっつってね。よーし、そうね、バンドルのね、25000をね、やんないと、砂漠には行けない感じですね。
なんか2万5000なんでまだまだ先かなっていう感じ。うん、まあ、2年目のいつかって感じ。パムがもう本当に仕事させないとやばいなこいつって感じになったら、あのやろうかなと思うけどね。あれてか私あれか、斧って今やってる最中か。じゃあ石でも取るか。一応まあ取れるのもいっぱいあるもんね。よいしょ、ちょこっとだけ石取ろう。あーあーああ、なんかできてる。松屋に11、まあ、もうなんだかんだもう11時で帰ろう。よーし、今日もお疲れ様でした。今日は魚釣りいっぱいしたから結構あんのかな、お金どうだろう。ペニー今日もお疲れ様。あ、またか。はーい、寝ましょう。エナジーたくさん。うん、はーい、素晴らしい。